ャンネル、イエーイ。というわけで始まりました、タケタロックチャンネル。いや、今回ですね、先日ね、修理の終わった、フェンダーメイドインジャパン、ヘリテージ 60s テレキャスター信頼というね、ギターをね紹介したいと思います。前にね、映した時っていうのが、だいぶ前、でも1ヶ月ぐらい前になると思うんですけども、トーンポットもね、こちらのギターを、いただいた時に、トーン のポットの方がちょっとガリがひどくて音がなかなかね、うまくならないっていうこともあり、さらにちょっとネックの方が、ちょっとなんですかね、塗装が剥がれてるところをパテで持ってったっていう感じなんですよ。で、そこをどうにかこう修正したいってなってて、で、行きつけのそのリペアショップであるココサウンドさんにですね、預けた結果ですね、すごくよくなって戻ってきましたので、ようやく紹介できるかなっていう感じになりました。で、エピフォンのね、ブロードウェイとか、そのエピフォンの、レスポールカスタムとかのね、もう含めると、3本ギターが増えて、で、1本減らして、結局今のラインナップって、アコギとベース合わせると、今6本あるんですよね、ギターがね。で、そうなったんで、一番そうですね、このテレキャスター新ラインがね、こう来ることによって、ちょっと体勢がきっちり整うなと思って、っていうのも、今ギブソンの SG をこうメインに、エレクトリックギターではこうメインにしてるんですよ。で、アコギっぽい運用、クリントーンでアコギっぽい運用は、そのエピコンとブロードウェイが、メインになりますので、で、そのサブとしてね、レスカツがあるんですけども、ベースのぞくと考えてみると、そこに足りないのって、やっぱフェンダーのトーンだと思うんですよ。で、そのフェンダーのトーンなんですけども、じゃあどういう風にしてギブソンと違うんだっていうのも、長いことギター弾いてる人とかにおなじみなんですが、やっぱりシングルコイルならではのこうきらびやかなトーンですね。で、音抜けが良くて非常にこう、歯切れのいいトーンっていうイメージっていうのはまさにその通りで、ギブソンはギブソンでこう中低筋がこうガーンってくるような感じで温かみのあるトーンなんで対照的なんですよね。で、この2つを揃えておくと、レコーディングの時なども、いいなと思って、絶対1本はフェンダー、もしくはギブソン系っていうふうに分けておいてることが多いんですよ。その一角をなすのが、こちらになりますね。そのフェンダーメイドインジャパン、ヘリテージテレキャスターということになるんですが、このね、テレキャスター新ラインっていう、モデルなんですけど、そもそもその1960年代後半あたりですね、今加えられた、まだ CBS 機やった頃に加えられたラインナップで、初期の頃はシングルコイルだったんですよ。で、後期ですね、70年代ぐらいかな、入ってから後期っていう時期になりまして、そこはね、そのワイドレンジハンバッカー、クニフェなんか言われてるんですけども、を搭載した、ハム PU2 機のモデル、2つあるわけなんですよ。で、こっちは、シングルコイルのモデルですね。はい。で、メイドインジャパンシリーズって何やねんっていう話なんですけども、これは、富士源が主にやってた時期からちょっと年代が下っていくって、近年になってくると、2000年ぐらいかな、なってくると、ダイナ楽器っていうところが、作ってたんですよね。そのフェンダージャパンを受け負ってた。で、そのラインを、フェンダー本社って、買い取ったっていうか、その国産の方でやるときに、そのラインを買い取ったのが、そのメイドインジャパンシリーズなんで、今、もう完全にこう、フェンダー直轄になってるんですよ。で、メイドインジャパンシリーズってね、その国産で作ったフェンダーのシリーズのことで、フェンダー USA とその、メキシコのエンセナダ工場、そしてかつてのそのダイナ楽器の、ラインを買い取った今の、メイドインジャパンシリーズっていう3つに分かれてるんですよね、工場が。そのうちの1つです。で、ヘリテージシリーズっていうのは、ポリ塗装じゃなくてラッカーで、塗装された、国産の中でもこうヴィンテージ色の強い、復刻モデルって感じで、例えばアメリカン、そのヴィンテージ2とかあるじゃないですか。
そういうものと同じような仕様なんだけど、まあ、オールラッカーの、まあ、国産でも結構、まあ、いいあの塗り方、いいパーツを使っているラインナップだと思ってくれたらいいと思います。これはおそらくあのハイブリッドシリーズとかあの、まあ、そうですね、よりも、まあ、上位のモデルに位置するんではないかと思われるギターです。なのでこちらは今定価で買ったりするともうほんま10万円台、まあ、あの後半ぐらいになってしまうぐらいの価値があるようになってしまいましたね。で、まあ、あの僕もこのシリーズって結構気になってて、っていうのも国産のギターっていうのは結構かっちりできてるんですよね。で同じフェンダーでもまあ、あの全然、うん、あの違うかなと。で、まあ、僕はね最初そのフェンダージャパンのその富士元気のその5770ストラトキャスターっていうので始めたんで、まあ、そういう意味でもこちらいただけるってなった時にすごく嬉しかったんですよ。で、まあ特にねそのブロードウェイを抜くと、まあちらは本当のヴィンテージギターなので、あのそちらを抜くとまあ、エピフォンのレスポールとかも、うん、まあ、いいなと思ったんですけど、やっぱりこのギターがすごく楽しみにしてた、まあ、ギターなんですよ。でそれが、まあ、ようやくこう、まあ、音がね、まあ、その聞けるっていうのがまずね、うん、本当にココサウンドさんよくやってくれますよ。じゃあちょっと細部の方のチェックを行いましょうか。はい、では、テレキャスター信頼の方の、まあ、細部のチェックですね。これは本当にその、まあ、最初の時期のそのテレキャスター信頼からあるこのセレクタースイッチですね。ちょっと斜めになっててちょっとスタラトチックなスイッチになってますね。で、まあ、このボリュームと、トーンの方ですね。はい、このトーンパッドの方の交換をココサウンドさんにお願いしました。元のパーツも入れてくれてましたね。今ハードケースの方にちょっと収容してるんですけども。で、まあ、こっちのね、まあ、このまあ、こちらの、ハードケースですね。あの、なぜかくれた時に、この、まあ、ツイードのケースの方ね、まあ、いただけまして、まあ、普通はなんか黒いこうギグバッグなんですけども、まあ、こちらのケースの方がやっぱりいいケースですからね。はい、こちらの方に、まあ、その、いろんな書類とかも直しております。はい、そして、まあ、こちらのね、まあ、3年型のブリッジということで、こっちの方が、まあ、テレキャスターっぽい音はやっぱなりますね。あの 6A の方もまあ悪くはないんですけど、テレキャスターやっぱこっちの3連サドルじゃないかなと思います。そしてこのピックアップです、まあ、テレキャスターっぽいリアピックアップ、そしてあのこれ吊り下げ式になっているというね、まあ、信頼はもともとこのタイプじゃなかったかなと思うんですけど、ちょっと記憶がね間違ったらごめんなさいね。でまあフロントはちょっと若干小さいんですけども、今のモデルらしく結構巻かれてるんかな、ターンが、うん、割とあのそんなに弱いっていう感じはないですね。はい、でネックです。はい、あこちらがあの F4 ですね。塗装がねやっぱりこうそうですね、ラッカーですね。ちょっとね金属パーツのところの汚れはまたね、まあ、弦交換するときにでもやろうと思うんですけど、今はちょっと弦新しいの貼ってもらってるので1ヶ月ぐらいねこの状態でやろうかなと。でセットアップもねかなりココサウンドさんの方でかなりやってくれてるんですけど、まあ次の弦交換の時に自分好みに、まあ、変更するかもしれない、いいですね。はい、でメープルの芝になります。まあ、こんな感じで、そしてヘッドはまあフェンダーテレキャスターという例のね、テレキャスターのこのまあ後期モデルとかやったらラージヘッドになってやったかな、なんかストラトっぽい人間なんですけど、この時代って確かにこのまあテレキャスターっぽいあのヘッドのままですね。はい、はい、こちらが背面になります。まあ本当にうん、あのテレキャスターっぽいって言ったらぽいですね。コンター加工がないっていうのがまずテレキャスターの特徴になって、そちらをやっぱりヴィンテージ色が強いモデルですのできちっと踏襲されているって感じですね。僕はねあのコンター加工ついてる、まあ、ストラトキャスターとかも結構好きなんですけども、テレキャスターの場合はこの武骨なねあの持ち加減っていうのが結構いいので、これはこれで本当に好きなんですよ。やっぱり裏通しいいですね。そしてこの F マーク、はい、で、まあ、一つ、ちょっとね、
塗装の欠けのところがわかるんですけど、これでまあちょっと薄めのラッカー使ってることがちょっとわかるかなっていう感じですね。でまあこう、根っこの感じはこんな感じになっております。まあ、至ってね、本当にこう、テレキャスターっぽい、まあ、感じのギターで、うん、まあかなりね、まあ、かなりね、好きなタイプです。そして、普段のね、ここです。ネックの、ボルドーの部分なんですけど、ここがね、ちょっとまあ、塗装がね、削れてて、うん、ちょっとパテ盛りされた部分なんですけども、まあ、そこを僕がまあ、エポパテは僕がデザイン内部で除去して、ココサウンドさんに塗装と仕上げを頼みました。まあ、するとやっぱこんだけね、綺麗にしてくれてて、本当に感激してます。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと撮ってるのはですね、今現在のですね、ギターの陣容ですね、陣容というか、まあ、ギターの編成なんですけども、一番手前が、まあ、その今回修理から上がってきたところの、まあ、フェンダーテレキャスター信頼ですね。そして2番目の方が、まあ、僕が自分で、まあ、修理した、エピフォンの、レスポールカスタムタイプのギターになります。そして奥に見えてるのがブライアンの、まあ、ベース、5弦ベースですね。これ僕ベース弾いてる時大概これ、です。こちらのギターを長いこと使っ、ベースギター、ベースの方は長いこと使っております。そして、最近東京の方で、まあ、受領してきた、まあ、このエピフォンの、まあ、ブロードウェイ、1958年製ですね。こちらラッカー対応のスタンドにね、載せてます。そして、まあ、テレキャスト信頼に関しては、ちょっと、やっぱね、3本ギタースタンドがちょっとゴムなんで、ちょっと怖いので、クロスをね、ちょっと巻いて今、臨時の対応をさせていただいております。まあ、古いクロスなどを使うのがいいと思いますね。はい、次です。今メインで、まあ、エレクトリックギターのメインといえばこちらの SG スタンダードになるのですが、まあ、かなりね、このギターは、うん、やっぱり、ネックの方が結構太くて太い音が出ます。で、まあ、2000年製のね、まあ、SG スタンダードということで、まあ、オールラッカーなので、こちらもラッカー対応の、まあ、スタンドの方に、置かせてもらってます。生鳴りしますね。ではテレキャスター信頼の方の、まあ、思想の方を、やっていこうかなと思います。まずクリーントーンからいきますね。深く歪ませてみますね。ノーマルチャンネルに戻して。
D&S ちょっとファズをねかけてみます。だったでしょうか。まああの思想の環境についてはほとんどね、まああの普段と変わらない、まあボックスの AC15C1 をまあアンプにして、まあそれからブースターはまああのこちらのねエレクトロハーモニクスの LPB1 を使ってます。で、ファズの方はねマクソンの D&S を使いました。で、まあこれらの感じでちょっと分かったこととかなんですけども、改めてやっぱりボックスとね、シングルコイルっていう意味において、やっぱこういう感じのトーンが出るかなっていう、でボディ材は圧縮でかなり軽いんですよ。このボディがもう本当に山で持った中で、もう下手してこれくり抜いてる分あの SG より軽いんちゃうかいうぐらい軽いんですよね。まあ、信頼でこんなに軽いんだって思いました。ただ当時はね、まあ、圧縮とか、材がね、結構重たくなってた時代らしいんですよ。だからまあ、今の時代だからこそできるこの軽さなんかな、とかいうふうに思いましたね。で、出てくるトーンっていうのなんですけども、まあ、普通のテレキャスターっぽいところと、ちょっと違うなって思うところ。ちょっと甘めっていうのかな。っていうのが加わってて、ちょうどいいようなバランスに感じるんですよ。自分結構テレキャスター、形もトーンも好きで、よく使ってたんですけども、それなんでかっていうと、やっぱ立ち上がりが早くて、こう、パキパキするところなんですよ。で、ただ、やっぱりね、まあ、アルダーとかよく使うこと多かったんですけども、ものによっては、ちょっと線が、細いかなって思える、まあ、ところもあったりするんですよね。まあ、細いっつうんかな。まあ、その、サスティンがあんまり長くなかったりとか、まあ、欠点としてはですよ。それが逆に、パキパキとした、まあ、反応速度の高い、まあ、リードを取れたりとか、まあ、歯切れのいいトンが出るんで、まあ、カッティングがかっこよく聞こえたりとかいうことがあるのがテレキャスターなんで、そこは、まあ、長所と、まあ、裏返しなんですけども、まあ、そういう面がある程度、ちょっと甘めのトン、ちょっとエア感あるっていうかな。やっぱそういうの出てきますよね。で、まあ、まあ、クランチのね、トーンがまた秀逸です。で、まあ、ファズかけた時も、まあ、音抜けがね、結構いい感じのしている、まあ、国産ならではっていうかな、内部パーツが結構 USA 規格のものがね、今使われてるっていうことで、まあ、そのかつてのその国産の、まあね、その、なんすかね、まあ、フェンダージャパンの時にあったね、欠点が結構解消されてるギターで、かつ、まあ、ラッカーで結構きっちり作られてるというところがね、とてもいい感じがしましたね。まあというわけでね、まあ、今回ね、まあ、テレキャスター信頼60s の、まあ、その国産の方でも結構いいラインのものがね、まあ、いただけたということで本当にありがとうございます。まあほんまトーンのつまみをね、まあ、トーンポッドの交換と、
それから、まあ、ネックジョイント部ですね、まあ、こちらの、部分の、あの塗装、まあ、それから、まあ、ネックの反りの調整を行ってもらいました。ココサウンドさんの方に。やっぱりさすがプロの仕事です。あの本当これはなかなかアマチュアではできないところまでやっていただいてありがとうございます本当に。まあ、というわけで今回ね、まあ、新しくね使えるようになった、まあ、フェンダー、テレキャスター信頼の方も紹介しました。まあ、この動画が良かったと思ったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ツイッターチャンス、タケダックで検索、タケダックでいい、タケダックじゃいっぱいだろ。